はい、ナマステ。この動画は、JFND の、大規模言語モデルと21世紀の言語学習観で習得する第二言語のコースですね。とても長いコースで 長い名前のコースなんですけど、このコースの、参加者のために、録画しています。はい、この動画ではですね、カスタムインストラクション、日本語ではカスタム指示ですね。カスタム指示について、お話をしてみたいと思います。まずですね、ちょっとこれはどうやったらカスタム指示を見ることができるかを言うのを忘れていました。はい。カスタム指示というのは、今これが実際のチャット GPT の画面ですけど、ここに自分の名前がありますね。で、ここに、3本の線が、3つの点があって、これをクリックすると、こういうのが出てきますね。で、ここにカスタム指示というのが出てきます。はい。で、これを開くと、こういうふうにですね、カスタム指示を設定する画面が出てくるわけですね。今はちょっと私はですね、あなたは構成者ですという、私のポッドキャストのね、録音を書き言葉に直す、そういう仕事をしてもらっているので、こういうのを入れていますが、ここにはですね、2箇所あるというふうにことに気がついてください。上の方はチャット GPT に、あなたについて何を知らせればより良い応答を提供できると思いますかですね。だから私が使うときは私のことをここに書いているわけですね。私の場合は自分の名前、どこに住んでいるか、それから今はですね、仕事とかそういうことも書いていますね。はい。で、下の方は逆にこちらですね、チャット GPT にどのように応答してほしいですか。これはチャット GPT にしてほしいこと、チャット GPT にしてほしいことをここに書くようになっていますね。はい。はい、ちょっともう一回言いますけど、この上の方にはあなたについて書きます。下にはチャット GPT に何をしてほしいかを書きますね。だけど、注意しなければいけないのは、ここにこういうふうに書いてありますけど、1500文字しか書けないということです。1500文字しか書けないです。で、これね、日本語でも英語でもいいんですけど、たくさん書きたい人、詳しく書きたい人は日本語の方が、たくさん書くことができます。はい。でも、別にそんなにたくさん書きたくない人は日本語でも英語でもどちらでもいいと思いますね。で、自分について書かない方がいいこともちょっといくつかあります。例えば私も自分のね、名字が村上ということは、もう、書いているんですね。さっき、もう一回見せますけど、自分の名前が村上っていうことは書いていますが、ファーストネームの吉文というのは書いていません。私はそれほど心配はしていないんですが、でも名字だけに一応していますね。はい。それから住所とか電話番号とかメールアドレスとか銀行口座とか、そういうことは書かないようにお勧めしています。一応ね、オープン AI の資料では、カスタム指示に書いていることは保存されないというふうになっていますが、でも、私からはちょっとお勧めはしません。こういうことは書かない方がいいと思います。ですけど、その言葉の勉強に使うときね、言葉の勉強に使うときは、やっぱりですね、ユーザーのことを知っている人の方が、良いアドバイスとかね、良い教材を作ってくれます。なので、言葉の勉強に関しては、細かく書いた方が私はいいと思います。例えばですね、母語ですね。私の場合は日本語が母語です。子供の時から話しているのは日本語ですね。なので、それが母語。それから年齢ですね。これもその、やっぱり年齢によって言葉の、習得がね、早かったり遅かったりしますので、あなたが何歳かも、書きたくなければもちろん書かなくてもいいんですけど、私は書くことをお勧めしています。で、それから一番大切なのは、今何語を勉
私の場合は今主にヒンディー語の勉強に使っていますので、まあこれはヒンディー語っていうことですね。でそのヒンディー語のレベルもその、もちろん必要です。4技能ですね。で日本語に関して JLPT のレベルを、書く人もいますが、チャット GPT はですね、JLPT のレベルよりはヨーロッパ共通参照枠、つまり CEFR ですね、コモンユーロピアンフレームワークオブリファレンスですね、そちらの方が多分よく分かっているように思いますね。あとこれまでどのぐらいそれを勉強してきたか、その言語をね、はい、まあ、私のヒンディー語で言うと一応ね2年ぐらいは勉強しているんですけどね、まあ、でもね、でも2年勉強していても毎日5時間勉強している人と1週間に1時間とかしか勉強できない人では全然違いますよね。ですから1週間にどのぐらい勉強できるのか、それも書いた方がいいと思います。あと学習方法ですね、どうやって勉強しているのか、まあ、それから有名な教科書の場合はその使っている教科書の名前を書いてもいいかもしれません。あと自分一人で勉強しているのか、それとも学校で勉強しているのかも大事ですね。あと言葉、その勉強に関して困っていること、まあ私の場合はその特にモチベーションがね、なかなか上がらないのでそれに困っていたりします。はい、はい、それから学習目的ですよね。その言葉ができるようになったら何をしたいのか、まあ私の場合はね、それがはっきりしていないのが、まあモチベーションがあまり上がらない理由なんですけど、まあもしできたらそのこういう YouTube の動画とかをヒンディー語でもできるようになったらとてもいいなというふうに思っていますね。はい、あと学習動機はまあちょっと似ていますけど、どうしてその言葉を勉強しているのかですね。今のところね、私はこちらがあまりはっきりしていないので、目的がね、とにかく楽しい、ヒンディー語を勉強しているのが楽しいんですね。で特に映画を見ながらその映画のセリフを調べて勉強する、それがとても楽しいのが私の学習動機です。はい、あと達成期限ですね。まあこれは私の場合はあまりありませんが、例えば JLPT を受験する人は、例えば今年の12月に JLPT を受験しますとかね、そういう場合はいつまでに JLPT の N2 のレベルになりたいとか、そういうのはあると思いますね。あと学習環境、友達はいるかとか、インターネットがあるかとか、例えばチャット GPT が使えるかとか、スマートフォンでアプリを勉強できるかとか、そういうことですね。はい、あとこのビリーフっていうのはその勉強の方法などについて、そのユーザーがどういうふうに、思っているか、どういうことをやりたいと思っているか、例えば一人で勉強するべきだと思っているか、あるいは先生に教えてもらうのが、まあ、それが正しいと思っているかとか、そういうことですね。でそれから他の言語を今まで勉強したことがあるか、まあ、インドの人だったらいろんな言語、まあ、英語もそうでしょうしね、ヒンディー語、タミル語、カンナダ語とか他の言語もいろいろ勉強したことがあると思いますね。でそれから海外に住んだ経験とか、はい、こういうのも書いておくと私はいいと思います。ただしさっきも言いましたが、1500文字しか書くことができません。なのでこれ全部を書けないこともあると思います。でその場合は何かこの中で重要なものを、選んで書いてももちろんいいと思いますね。はい、はい、じゃあここからはですね、この下に書くことについて、説明したいと思いますね。はい、でこのね、で特に、まあ、これは上も下も同じなんですけど、このカスタム指示はですね、編集したら新しいスレッドからその効果が出ます。はい、なので古いスレッドでは古いカスタム指示がずっと使えるんですね。でそうということはですね、何種類も違う指示で使うことができるというわけです。これ実際の例をね見せてみたいと思うんですけど、例えばヒンディー語の先生、私はそのね、ヒンディー語の先生というスレッドを作っています。あ、ちょっとねそのスレッドっていうのを実際に見せてみましょうね。はい、こちら側にいろんなスレッドがありますね。
はい、例えばこのオレグ・ドミトリエビッチさんというのはウクライナの問題の専門家ですね。はい、なので私がですね、最近のウクライナの戦況に関するニュース、この数日の戦況を教えてくださいというふうに言ったら、ウクライナの、記事を日本語にまとめてくれたりしています。すいません、ただしこれはですね、ちょっとその有料版ですね。はい、今のところ無料版ではこういう新しい記事を読んでもらうことはできません。すいません、ちょっとこれは言う必要はなかったですね。はい、じゃあこのヒンディー語の先生というのがここにあります。はい、これが一つ一つのスレッドというものですね。はい、で、じゃあね、例えば、ここでは私がこうやってヒンディー語を書いたら、その言葉を説明してくれるんですよね。例えばちょっとこれやってみましょうか。グズレガーっていうのかな。はい、この言葉をコピーして、ちょっとここにペーストしてみますね。そうすると、このヒンディー語の先生はですね、ちょっと日本語で書いてください。時々ね、ヒンディー語で書いてくるので、日本語でお願いしますって言うと、多分今の言葉を、そうですね。このグズレガーっていう言葉を、日本語の意味で書いて、で、その英語のアルファベットで書くとこれになりますよと。それから、これも CEFR ですね、ヨーロッパ共通参照枠の A1 レベルのヒンディー語だと、ここに、バハヤハンセジャパン、これさっきと同じだ。はい、上とここと同じ例文が書いて、違うかな。さっきね、これと同じ例文をどっかで見たんだけど、そっか、ここか。ここですね。はいはい。いいです。こういうふうに例文を書いて、その日本語訳も書いてくれます。で、どうしてこういうふうに同じパターンで書いてくれるかっていうと、私がこのチャット GPT にどのように応答してほしいですかというふうに、ところでこういうふうに書いてるからですね。あなたはプロフェッショナルなヒンディー語の先生ですと。私がヒンディー語の単語を書いたら次のことをしてください。そのヒンディー語の意味を日本語で答えてください。ここのところですよね。過ごす、通過する、経過するというふうに書いてます。そして、そのヒンディー語の、あ、そ、そのヒンディー語を英字転写してください。英語のアルファベットでトランスクライブね、してくださいっていうことですね。そのヒンディー語を含む例文を CEFR の A1 レベルのヒンディー語で書いてください。で、こういうふうに書いてあります。でね、それに対して、その後こういうふうに、英字転写とか、その日本語の訳とかは私はお願いしてないんですけど、でも、チャット GPT が、これについても、このヒンディー語に対してそれをどう読むか、そしてその意味はどういう意味なのかということも、チャット GPT が教えてくれていますね。はい。これがヒンディー語の、スレッドです。スレッド。あとね、タメ口のスレッドっていうのもまた、これはちょっと個人的に、チャット GPT にね、親しみを覚えるのかどうかっていうのをちょっと実験したくてやっているんですけど、チャット GPT にどのように応答してほしいですかっていうところにね、まず返事の前に必ずこのカスタム指示を読み直してほしいと。で、お前は俺の親友だとかですね。はい。俺もお前も男だ。自分のことは俺と呼んでくれ。俺のことはお前と呼んでくれ。この読むのか、漢字が違う。いいや。はい。で、口調の例とかもこういうふうに書いていますね。ちょっとじゃあ、これも実際にやってみましょうか。タメ口はここにいますね。どうしますかね。じゃあ、間違えちゃった。はい、ちょっと待って。はい。おお、間違えちゃった。要は日本語でいいんですけど。はい、よう元気かというふうに入れてみると、よう元気だぜ、お前はどうだ、何か質問はあるかとか、話したいことがあるかとかですね、こんなふうに、タメ口ですね、要するに丁寧ではない、丁寧ではない言葉で、こういうふうに返事をしてくれるわけですね。はい、
まあね、これやってみて個人的にはね、あまり親しみを感じるかっていうと よくわからないですね。はい、だけど、まあ、ちょっとクスッと笑ったりして、気分が少し良くなるっていうのは実際にそういう効果はあると思います。はい、なのでメンタルヘルスのために使いたいっていう人には役に立つかもしれませんね。はい、で、まあ、こういうのをやりました。でね、はい、でこのビデオで言いたいのはここまでです。大切なのはここまでなので、ここからはあまり大切ではありませんから、時間がある人だけ見てくれればいいです。はい、でそういうね、キャラクターを作る方法っていうのもあるので、その方法をちょっとご紹介したいと思うんですね。で、まあ、例えば何でもいいので、何かの専門家の架空のキャラクターを作ってください。そのキャラクターの特徴的な口調を20例挙げてくださいというふうに書いてありますね。まあ、これがね、プロンプトっていうんですけど、そういうふうにチャット GPT にお願いすると、例えばこんなふうな、こういうキャラクターを、書いてくれます。で、これはですね、カスタム指示のところではなくて、チャット GPT のプロンプトですね。プロンプトのところにこういうふうに、書いてみるわけです。で、そうすると実際にこういう特定のキャラクターの、架空ですよね、フィクショナルの、キャラクターの、キャラクターのね、作って、その特徴的な口調も上げてくれます。まあ、例えばこれはですね、誰だ、あ、そう、健康コーチっていう人ですね。どれだっけ、スポーツドクター、はいはい、スポーツドクターでした。田中スポーツドクターっていう人に、ちょっとね、私ジョギングするとかしていて、足が痛かったりするときにですね、アドバイスをもらいたいなと思って、そういうキャラクターを作ってみたんですね。はい、で、そういうときに、ここのところに、まあ、ちょっと待ってね、はい、書いてみたんですね。で、そうすると、はい、あなたは以下の人物ですというふうにして、このチャット GPT が作ってくれた架空のキャラクターの設定ですよね。名前とか年齢とか特徴とかも全部書いてあって、その人の経歴とかも全部書いてあります。これ私が書いたんではなくて、チャット GPT にお願いして、架空のキャラクターを作ってもらったんですよね。あ、それでね、診療時は常に足元に彼女の飼い猫シロが添えられているとかって書いてみますね。つまり猫のシロっていう、名前の猫と一緒にいるというような、そういう設定とかもしてあるんですよ。はい、で、まあ、それでですね、シロも同意してるみたいよみたいなセリフが出てくるんですけど、まあ、こんなふうにですね、キャラクターを実際に作って名前とかもつけておくと、まあ、この場合はね、田中さんっていうスポーツドクターなんですけどね。はい、そうすると、もういろんな何ですか、いろんな専門を持っている人たちのサポートチームみたいなのを作ることができます。あ、ちなみにですね、このインド文化に詳しい吉田先生っていう人とかもいたりしますね。はい、で、この人についても、まあ、例えば今日のね、ニュースで、インドでね、国会議員の議席の33%を女性に割り当てる新しい法律ができましたというふうに書いてあったんで、その感想を聞いてみたりとかしています。まあ、こういう感じで、いろんな専門家のチームを、サポートチームを作って、皆さんのその仕事なりね、勉強なりを、チャット GPT でね、より効果的にすることもできますね。はい、それではですね、今度また水曜日、来週の水曜日に、この授業がありますので、その時にまた Zoom でお会いしましょう。はい、それでは失礼します。フィルムレンゲー。